1番目やらせていただきます榎本裕太といいます。よろしくお願いします。普段オリジナル曲を作って大学2年生なんですけど、学校通いながら、オリジナル曲作って弾き語りで皆さんこうやってライブとかで発表させてもらっています。ちょっとてなわけで、じゃあ早速1曲目いきます。みぞれ雪っていう曲です。よろしくお願いします。Yeah, 朝が来る
曲目みぞれ駅っていう曲でした。こんなにたくさんの人に聴いてもらって本当に嬉しいです。さて2曲目はとロマンスラブっていう曲なんですけど、と今日がとこんなにたくさんの人が集まってくれたので一緒に盛り上がっていこうと思っています。とアップテンポの曲なのでもしよろしかったら手拍子とかしてくれると本当に嬉しいです。じゃあそんなわけで